まりました。ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキの綾乃ことうさみ綾乃とあゆときらこと南きらとセリーこと会津さくらこの4人がお送りします。せーの、始まるばー。なんだけどね、クッキーを作りましてね、うんうん、はい、まあ私お菓子作り、あの料理が苦手でして、でも頑張ってね頑張ったの、はい、うん、クッキーを作りまして、さっきも言ったけど、はい、生地まではとってもパーフェクトヒューマンにね作れたのの、うんうん、に、あのなんていうの、焼くのがなんか160度のオーブンで25分って言われたから、うん、それにしてもまあ焼けません。まあ足りなかったかなって思って。予熱してなかったんじゃない。しました、しました、めっちゃ下にならなくて、なんか5分2分とかそんな感じで足してたら全然なくて、もう嫌になってきて10分一気にやったら焦げちゃったっていう話がありました。なんでだろう、はい、あれじゃない、スタート押してなかったか。押した、押した。そんなミスある？それはありそうじゃん。ないな、怒っていいんだぞキラ。じゃあラジオでさ、ずっとチョコくれって言ってたのんまはチョコ収穫できたん？あんまし。いや、じゃあね、リップでチョコレートのスタンプをみんな待ってるや。わけわかんない。かわいいの。そんなんでいいのか。急にかわいいキャラになる。はい、これおっきいの、皆さんぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなど、そして まだまだ待ってるよ、チョコレートなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、メールアドレスは niji@771fm.co.jp、niji@771fm.co.jp、 FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。第3シームの今日はタラ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 、メッセージ紹介。なんで自分で歌ったの？まだテレがあったな。どうだった？まだデイバイデイをちょっとだけ歌いました。もう一回、もう一回、タラタラタラバッタタ、あ、シャバダバをタタタタにしたさっきはドラえもんのタラララ、私もそれだと思った。タタタタタ苦手やろ。はい、ではね、早速いきますか。はい、今週は、うん、あなたのバレンタインの思い出話をテーマにメッセージを募集しました。はい、それでは早速紹介していきましょう。キラコッコロから読みますです。はい、コッコロコラジオネームロビンさん、コッコロコミルキーの皆さんこんばんは。こんばんは、コロコそして愛しのあやのチョコレート for you。 チョコ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 めっちゃ1、2、3、4、5、6、7個チョコがあるよ。わー、よかったね。1週間いけるね。あなたのバレンタインの思い出ということで、それはまるで生チョコのようにとってもスイートだったと思い出を送ります。おあれは忘れもしない小4の2月14日でした。僕の家の向かいにはめちゃくちゃ可愛くて人気の子がいました。どれくらい人気かというと、バレンタインデーの日には男子が30人ぐらいその子の家の前に行列を作って、その子のチョコをもらいに来るレベルです。え、どういうこと？自分から自分からくれって言いに行くって、うん、え、それ誰が来るか分かんないけど、その子はどんどん配っていく。もうチョコレートおばさんや。ガチか。そう、どうぞ。そんなバレンタインデーの日、
夜にピンポンが鳴ったので宅急便かなと思って外に出てみると、なんとその子がいました。暗がりの中でもやっぱりめちゃくちゃ可愛くて、その子がチョコを持って目の前にいる。最初何が起こったかわからなくて、とりあえず心臓が止まるかと思いました。あの子にもらった手作りチョコの味は今でも忘れられません。もう最高のバレンタインデーでした。終わりです。マルコッコロコ。素晴らしい。すごい。それ。なんなん？すげえ。なんかさ、なんかあったんかな、その後。ねえ、その後、恋沙汰はどうだったの？続き。気になるね。多分今頃ツイートしとるだい。このラジオで、その結果はですね。全部ハッシュタグ見る台でしとってね、見れるようにあいたします。あ、他の皆さんにもね、うん、見れるようにね。すごいね。すごい。で、家の前に30人すごい。やばい。だって一クラスの男子たちが、ね、男どもがうじゃうじゃってことでしょ、うん、そしてその子は延々チョコレートを渡し続ける。でもすごい、毎年何人来るか分かんないから、すごい大量に作らなきゃじゃないですか、ね、でお返しがいっぱいもらえるよ。あ、そうだ、分かった分かった。31個作ってしまってさ、30人来てさ、あ、1個とか、あ、ロビン君目の前の家だ。違うよ、ロビン君。違うよ。いい思い出だ。じゃあ気を取り直して次行きましょう。はい、お願いします。ラジオネーム M2 さんからです。ありがとうございます。バレンタインデーの思い出は少ないですが、逆チョコをしてたことです。おー、いいねそれ。部員の女子にチョコとかやったこともあります。親からは何してるのって言われるけど、そういうのをお構いなしに逆チョコをしてたことが自分のバレンタインデーの思い出です。いいね。はい、質問です。はい、逆チョコって何ですか？だから男の子がバレンタインの日に女の子にあげるってことや。おー、そう、単語帳に書いとこう自分。でも海外ではそれがバレンタイン。そう、それが最初から逆チョコで。パパから、うん、いつも交換してる。野草を、野草を、野草を。なんかさ、でもお父さんさ、会社でもらってきたりとかするのが楽しみくない？え、でもパパは、あゆのパパはなんか外でもらってきたチョコレートをあゆにくれるんですよ、うん、そう、バレンタインの日に自分がもらったの食べない、うん、こっちに全部回ってくる。あ、でも、うん、私も全部もらってた。ひら、あげないって言われるけど、意地でも奪って食べてました。最近。まだ楽しみよ。私はおばあちゃんのやつは体に悪いからねって言って食べてます。おばあのチョコを、おばあちゃんがもらってきたチョコレートを。あやのが食べてたの。体に悪いからって言って。嫌だ、そんな孫。しかも理由が最も出たのが嫌だ。嫌な、とても嫌。はい、じゃあお次、ラジオネームというかこの方は DM 受付なのにリプでくれてたので面白かったから紹介します。はい、ラジオネームエヴァさん、はい、ありがとうございます。バレンタイン…はてな、なんぞいその忌々しい名前は…チョコをもらうと告白成功率アップって聞いたのに、成功したことないわい、ないわ、忌々しい…あと泣いてる絵文字がある。なんだ、忌々しいって覚えたから言いたいのか。よっぽど忌々しかったね。忌々しい、忌々しいの意味わかるか、キラちゃん。わかんないよ。え、でも待って、これにはこう、あれ、自慢が隠れてるよ。何、何、チョコはもらったはもらってるよ、こんな人。そうよ、ほんとだ。うわうわうわ。え、でもさ、よく読んであげて、チョコもらって、やばいって思って、くくったら振られるんだ。なんでだよ、そんな、そんな自慢をするからだよ、あれは。なんかその女の子の心理は？なんかさ、ほら、クラス全員に配るような子っていない、なんか。あ、いるね、いる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 。それね、そういう人本当に無理だった。あ、いるいる。そういうなんか思わせぶりな女はダメだよ。あなたはそれに騙されたんだ。それでか。いるわ、いるいるいる。エヴァ君、残念だったね。慰、うん、めてあげるから来な。ライブに。おおメンバーはないの、なんかこう、なんかこう、バレンタインの思い出的な。ありますよ。お、彩乃ちゃん。小学生の頃、お父さんに渡してんでしょ。ほっこりバレンタインかな。え、ある日、クッキーかホットケーキか忘れたんですけど、ココア味のものを作ろうと思って、うんうんうん、
バレンタインに？バレンタインに、うん、真っ黒黒のあの生地ドロドロのやつ、うん、でもなんかレンジかなんか入れて、そしたらもうあのココアの黒なのか焦げの黒なのかわからない物体ができてだから外はカリカリ中はトロトロの状態あっホントショコラみたいな今で言えるお父さんバレンタイン作ったんだけど失敗しちゃったって見てたらお父さんが全部食べてくれた、優しい、お皿が、めっちゃいいパパ、超いいパパやん。でもお返しにはステーキのお肉がえらいいいもん釣れたないいの。でもですよ、それをおばあちゃんが朝に持ってきたんですおばあちゃんおばあちゃん、多分あれよ、チョコレートのあの恨みを取られる朝からステーキ食べさせてやるって食べたいんやろほら食えって、もう 180g とかそんなもんじゃないんです、400とかそんぐらいの本当に大きいやつをおばあちゃんおばあちゃんおつまんさすがやなおばあっていう話です。あまあね、いやいや、だってパパにね毎年小学校の時から結構お菓子作り好きで、うん、毎年もう1年生ぐらいからずっと作ってんのね。で今高校3年生じゃない、うん、で毎年あげてるけど一回もお返しもらったことないよ。全部あげて、うん、余りとかも全部平らげるんよパパ、うん、でも一回もお返しはもらったことない、あのホワイトデーにありがとうみたいな、なんかなんもない、あ美味しかったよ終わりあ美味しかった美味しかった終わり。でもなんか最近はアイが結構お菓子作りとか最近何週間もずっと連続でしてしたら、最近なんかすごいダメ出しするようになってきた、ベロが肥えてきた、うん、なんかちょっと今回の水分奪われるねお茶飲めよって思うけどねはい、そんなこんなでそろそろお時間となりました。メッセージ気軽にどん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 送ってください、待ってます。告知をさせていただきます。17日土曜日は大阪心斎橋サンホールにて関西アイドルファイルに、そしてその夜は名古屋レニーにて冬でも熱いアイドル祭りに、翌日18日日曜日は大阪日本橋ポルックスシアターにて、この番組でもおなじみのあいつことキエちゃんがいるポップアップさんとの無線ツーマンポップミルクに、そしてその後午後からは心斎橋サンホールにてサンホールさん主催のイベントにそれぞれ出演させていただきます。大阪遠征&名古屋遠征、ポップアさんと無線、大阪でも名古屋でもたくさんの方たちに会えるの待ってるね。ちょっと長かった食いしかず食べるで、アイス寿司、アイス寿司食べたい、ね、あとヤバトイクダミャー、この時間今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてほんまに大きにありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただきますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ、やべ